こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は弥生軒さんから名前からして気になるメニューが登場していますので食べにやってきました。その名もやみつき油淋鶏定食でございます。あるかな、メニューの中にあるのかな、ここにはないのかな。ミックス豆腐美味しいよね、これ最高に美味しいの。あれ、僕のお目当てのやみつき油淋鶏あるの、ちゃんとここに見当たんないけど大丈夫かな。あったあった、こっちにあった。え、これどうしよう、どうしよう、こっちおかわりしたい。そんでなんかどんどん綺麗になっていくイメージがありますよね、弥生軒さんって。メニューとかもこう見てもなんかシンプルかつ綺麗っていう感じになって、あ、美味しそう、ご飯美味しそう、やっぱりご飯だね、全部ご飯進むやつ。うん、これ全部進む、全部進む。うん、これ唯一進まない、唯一進まないが一番でかい。さあやってまいりました、油淋鶏定食でございますが、思った以上に入ってる、思った以上の個数ってことはボリューム。まずご飯、ご飯はもう当然美味しそうなんですけれども、その奥に見えます油淋鶏の一個一個の、まあ、そこそこのサイズ感と個数、1、2、3、4、5、5個くらい入ってるのかな。いただきます。というわけでまずは裏技やっちゃいましょうか。こちらですね、これを取ってきまして、でこれも取ってきまして、でこれ開けまして、このうまいやつもらいます。そしたらこの上にこのマヨネーズいただきます。そしたら醤油を垂らします。ちょっと七味もいただきます。混ぜていきます。でこれをご飯にのせかけます。上にあげます。完璧で包みます。いきなりご飯が結構削られましたが、いきましょう。はい、うわ、もう絶対じゃん、絶対やみつきじゃん、もうこれ。待って、これただのプリプリジューシーじゃないよ、超プリプリジューシー、チョップリ、チョップリンさん、チョップリンさんだこれ。ちょっと肉質を見せしたいよね。はい、この感じ、はい、この感じ、かなりやみつかされるというか、やみつかしてくるやつ。最高。そんで半分にカットしたお肉なら結構ご飯で追いかけられますね、これ。これあれだ、油淋鶏もやみつきなんだけど、ご飯で追いかけるっていう作業もやみつきになるやつだ。行きましょう。結構よそってきたよ、もうデフォルトよりも多めによそっちゃうぐらいの感じだわ、もうこれ。あと3個。じゃあここで一旦マヨネーズパターンも挟んでみましょうか。皿ですが、醤油ベースに香味だれ、そんで黒酢っていうイメージで、これもサクサク、ラスト1個になってしまいましたが、ラスト1個にしてご飯もあとこれだけ。これもうね、強力なライス磁石。ごちそうさまでした。というわけで食べてまいりまして、予想以上に美味しくて、予想以上にご飯食べちゃいました。いや、大満足でございました。そもそもまあ唐揚げが好きで鶏肉も好きでっていう僕なんですけれども、にしてもうますぎるだろう弥生軒さんっていうくらいのうまさがありましたので、これ結構おすすめですねっていうのはいいんだ、それはいいんだ、それはいいとして、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、猫ねっとりさんからのコメントで、ハイジさん知ってたらごめんなさい、恵比寿よしかずさんのブログが恵比寿のミラクルバレンタイン以降更新されていませんとのことですが、存じ上げておりませんでした。ただもう仕方がないから本当にそうなのか見てみましたところ、すごいいいブログでございまして、そのミラクルバレンタインの1個前の更新の恵比寿さんが
食パンかじってる姿、めちゃくちゃ飯テロ。すんごいうまそうにかじってるし、なんか絵になる。エビさん、ちょっと YouTube 始めませんかね。でコラボしたい。